はい、皆さんこんにちは、しみチャンネルしみです。レオパのですね、動画上げたんですけど、気づきまして、ジャイゲコ販売いきますよ。ジャイゲコ、この子フリーデルラインオスですね。多分オスじゃないかな。オスっぽいな。オスっぽいけど、オスっぽいね。オスだな。フリーデルラインですね。はい。オリーブグリーン、グリーン。で、ここの、なんだこれ、なんて言うんだったかな。忘れちゃったね、これ。脳みそがね、溶けてるんですよね。この子ね、なんか、12万、名古屋の人は、限定。まあ、遠方から来てもらったらいいけどですね。遠方から来てもらっても、これはあれだよね。いいと思うよ。東京の人もいいよ。名古屋まで来てくれたらね。まあ、こいつはね、普通のフリーデルラインなんで、別に驚くべきことではない、驚くべきほどのものでもないんですけれども、まあ次で、次に見せるやつね、次に見せるやつ、こいつが結構やばい。あれ、逃げられた？マジで？じゃあ探さない、いきゃいけないということね。マジで逃げるの、ジャイゲコって。めんどくせえ。ちょっとあのこの子を、マジで逃げるの。これフリーデルラインのブラックで、メラニスティックラインなんですよ。フリーデルラインのメラニスティックラインなんですけど、逃げちゃったので、ただその外に逃げられる、ここっぽいな。ちょっともう倉庫であれなんですね、飼育してるんで。ここにもいないか。そっか、倉庫で飼育してるので、後で探してもう一回アップしますね。今回の目玉こっちかじゃん。この子ね、この子は完全にメラニスティックですよ。しかもマウントコーギスじゃなくて、ポインデミエ、超級高級なラインですね、この子は。よいしょ、ちょっと待ってね。爪がね、飛ぶといけないから、こうやってこのコルクのところから、ちょっと待ってね、ここで見れるかな、こうやってやれば見れるかな、わかんないけど、まあとにかくこうやってね、ツンツンと出してやれば爪飛びにならないんで、なんかね、はい、寝なさい。ポインデミエのオスメラニスティック、これ大体120万ぐらいするんですけど、70万はちょっと高いか、60万ぐらいでいいですよ。60万でいいです。ポインデミエ、超でかくなる産地ですね。ヤテの次にでかくなると思いますよ。これもう
30オーバーですね。で体重300g なんで、これからどんどん大きくなって、まあ500目指せるぐらいかなっていう。尻尾を自切してるんで、これこの子自切して、尻尾ね、で再生してるんですね。なのでちょっと特化で60、ブロッチか、これブロッチって言うんだね。脳みそが溶けてるんで、ちょっと記憶の本棚からね、頭の中にいる本棚からはいろんなものを探し出すのに結構時間がかかるんですよね。薬飲みすぎなんだよな。で一切まあ薬飲んでないですね。結局趣味なんですけど、あれでしたね、ベンゾジアゼピン系の薬の薬物中毒で、実際なんか双極性障害とかいろんなこと言ってたけど、仮病でしたね。結局ベンゾ系の薬が強すぎて、そこから抜け出せない、ね、泥沼にはまってただけで、実際はベンゾジアゼピン系の薬ね、デパスだとかワイパックスとかね、ああいうの飲まなければなんともないんですよ。で軽はずみにちょっと気分が優れないからってことで心療内科行くと、このベンゾ系の薬出されて泥沼にはまるっていうケースが多いと思いますね。まあ、とにかくこのポインデミエ、60万円マウントコーギスのフリーディルラインのノーマルですね。オリーブ色、ブロッチが若干ちょっとピンク入ってるかなっていう。この子は12万円。やっぱね、マウントコーギスって多いんですよね。アイランド系じゃなくて、グランテラですね。グランテラのほら、ブロッチピンクになりますね、この子。まだ25センチぐらいなんですけど、体長。まだ、だからセミアダルトですね。こいつ12万。で売りますのでコメントくださいね。まあ買った値段よりかなり安く出してますんで、というのも借金があるから、まず借金を返したいんで、この子たちをちょっとお嫁に行かせようかなと思ってますんで。で餌もね、簡単ですよ。レパシーだったかな。ちょっとね、固有名詞がなかなか出てこないんですよ。固有名詞が出てこないっていうか、餌やるときね、こうやって、もう強制的にこの鼻の穴に、レパシを塗ってやると、息できないんで、ペロペロ舐めるんですよ。そうするとスイッチが入って、一気に食うんですよ、こいつら。で、こいつらのね、ジャイゲコのいいところっていうのは、練りをこうやってペロペロ食ってくれるんですよね。完全にこいつら恐竜ですよね。これマウントコーギスで色今黒っぽくダークな感じが出てるんですけど、これファイアダウンした時は白っぽくなるんですね。やっぱり普通のメラニスティック入ってないやつはね、オリーブグリーンの結構綺麗な。とにかくコスパがいいですね。私が買ってるケースなんですけれど、衣装ケース、それからバークチップ敷いてやって、でコルク、あと
水飲むか分かんないですけど、一緒に水やってるんで、あとはもうレパシー練り絵をやるだけなん で、この練り絵の中にビタミン D3 カルシウムね、ビタミン D3 入りのカルシウムを混ぜてやってますね。ニューカレドニアに住んでますんで、南国なんですよ、もう熱帯地方で太陽の光がものすごく強いところなので、ある程度その現地行くとおそらくね太陽光浴びてるんじゃないかなっていうふうに思ってます。で、一応毎回練り絵の中にカルシウム、ビタミン D3 入りのものですね、ビタミン D 入りのものをあげてますね。でこの子12万ってね、ありえないですよね。アイランドじゃないですよ、アイランドじゃないです、これグランテラですね、本当のマントコーギスにいる。しかもフリーデルラインですね。フリーデルラインがもうあのグランテラでメジャーというか、まあ普通に買えるので、この練り絵を送ってくれるっていうのがコスパいいんですよ。まあとりあえず後で餌はがっつりあげようかなと思うので、とりあえず今日この子に関してはこれぐらいにしておいて、今日中なんで明るいんで瞳孔が閉まってます。でこんな感じで世界で一番でかいヤモリなんで人気がありますよね。同じニューカレドニア島にはオオカミカズヤモリか、あれはクレステッドゲッコウがいるけども、クレステッドゲッコウはちっちゃすぎておもろないと思う、おもろないと思います。私はこの子はもう300超えてて、ここに出目ね、ブロッチの貼り方がブロッチみたいなのなくて、もうスポットですよね、スポットホワイトスポットがいっぱい入ってる。でメラニスティックなんで、しかもオス、クレステッドゲッコを飼ってる人はよく知ってると思うんですけれど、リリーホワイトはオスがリリーホワイトだとあれ犬性遺伝、有性遺伝するんで子供が全部リリーホワイトになるんですね。でこの子たちジャイアントゲッコね、メラニスティック同じようにオスが黒いとですね子供に遺伝する確率って多いんじゃないかなと。餌をあげますね、この子に餌を。はい、ちょっと待って、ちゃんと、ちょっと落ち着いて。やっぱりポイントメイス超かっこいい。ヤッティよりかっこいい。黒いからね。で、はい、鼻の穴にちょっと見えないか。鼻の穴に、はい、出ると息が吸えないんで、ペラペラやってスイッチを入れると、その餌を食べるまで待ってるのめんどくさいんで、時間がもったいないんで、こういうふうにあげてますね、私の場合は。とにかく、まあ、この子たちこういう風な食べさせ方をすると
虚飾は全くなくてですね、一回もこの子たちひねったことはないので、この子60万です。とにかくバキューム食いをするので、こいつらこれはでかくなりますよ。そのクレスだとかガーゴイルね、あとモンスターですよね、あともう一匹モンスター、あいつらよりもやっぱり格が一つも二つも違う感じがしますね。この子たちを、このジャイゲコたちを買っちゃうと、もうクレスだとかガーゴイルに目がいかなくなっちゃうっていう、その副作用もあるんですけど、まあその副作用を加味してもですね、このジャイゲコっていうのは絶対に買ってた方がいい。完全にヤモリ界の恐竜なんで、でこいつらね、餌を食いすぎると、食いすぎた後に驚かせると、あの本当にシン・ゴジラみたいな、あのレーザー光線ですね、放射能光線を発射するときみたいにゲロを撒き散かすんですよね。それも完全にゴジラですね、こいつら。ということで餌食いもこんな感じで、もうバキューム食いです。これは60万円で手放しますね。お嫁に出せますので、ぜひお願いします。とりあえずこう後でがっつり餌をやろうと思うんですけど、多分ねあそこしかいないんじゃないかな、ここしかないと思うね、逃げるとしたら。でもここか、あれいないということは奥か、まあいいや、とりあえず探して、とりあえず探してもう一回アップしますんで、まあいいや。ということで名古屋の人とかですよ、遠方から来る方でもね、例えば東京でメラニスティックのポインデミエジャイギを買うとしたら、その100超えてくるんで、あの軽くですね、あの新幹線代払って名古屋に来ていただいて、この子たちを迎え入れてくれたとしても、随分安い買い物になると思います。大変だ。あの借金返したいですね。で、とりあえずもうそんな感じで。販売しますので、よろしくお願いします。名古屋来てください。名古屋の人もコメントで欲しい人書いてくださいね。早いもん勝ちなんですよ、早いもん勝ち。ちょっとねこの小屋もね100万したんですよね、これ借金で買ったんですけどね。しかもこれでしょ、日立の白熊くんつけなきゃいけないし、借金まみれなんですよ。ですのでぜひ、今チャンスなのでコメント欄に、こういう希望と書いて早いもん勝ちなんで
コメント欄来たら場所をリプライすればいいのかな、でぐちゃぐちゃの倉庫なんですけど、こんな感じでぐちゃぐちゃの倉庫なんですけども、ぐちゃぐちゃの倉庫なんですけども、双星コオロギってめちゃめちゃ面白いですよ。話がもうどんどんいろんなところに飛ぶんですけどね。これほら、この黒く見えてるのが赤ちゃんなんですよね。一瞬でもう爆発的に増えるんですよ。私この双星コオロギ1匹10円で買ってるんですけど、こうやって増やせばもう自然にですね、まあ例えば100匹ここに、双星コオロギ置いておくと、次の日に赤ちゃんがブワッと湧くんですよね。でこいつらを育ててやれば、まあ餌代は浮くかなと感じですね。でさっきの動画もね、なめはだたまおやもりをつやはだたまおたもりとかね言ってしまったんですけど、頭がいってるんでご容赦ください。ベンゾ系で言ったんですよね。ベンゾ系で、はい、超かわいいということで、マウントコーギスのフリーデルラインのメラニスティックダークラインは後ほどアップさせていただきますので、お楽しみに。ぜひ助けてください。以上、バイバイ。あー、すいません、今間違えてました。これね、このフリーデルラインなんですけど、こいつ普通のフリーデルラインが逃げ出して今見つからない状態なんですよね。普通のフリーデルラインでした。結局ね、この衣装ケースでも、衣装ケースでもここまでパカパカだと、ここまでパカパカなんですよ。よくボールパーソンだとかだとこういうのが逃げるんですけど、ジャイゲクも同じように逃げるとは知らなかった。で、すいません、この子でした。この子メラニスティックはこの子でした。ラベルを見ると、これオランダの CB なんですよ。でフリーデルラインのメラニスティックはこの子でした。12万って言ってたら嘘です。すいません、これめっちゃ高いんですよ。この子ね、この子すいません、なんか色が黒いかと思ったんだよな、これ。なんでか、しかもこのブロッチがピンクでしょ。これすいません、12万ちゃうわ。これあれだよね、120万で買ってるんで、これもう60万でいいや。すいません、間違えてました。もうちょっと白っぽかったもん、確かに。普通のフリーデルライン。よし、これこんな感じです。ほら、ピンクやからね、ブローチが。あー、間違えてた。成長も、記録も全部入ってます。これ60万、60万、120万。ポインデミエ60万。マントコーギスフリーデルラインメラニスティック60万。あ、ごめん。ポインデミエも、ポインデミエメラニスティックも、マントコーギスフリーデルメラニスティックも、共に60万ということで、この2匹だけで120万。東京だと1匹しか買えないですね、120万だったら。まあ、名古屋もそうだけどね。ということで、これとりあえずこれ2匹で120万で、ある程度借金返せるんで助けてください。
助けてください、お願いします。ということで餌やり続けますんで、まだこういうのはね、これぐらいの量、あの、ね、レパシーに、あのレパシーでかなりの量を使ってですね、ペロンと食べちゃいますね。そこも飼育の醍醐味だと思います。ということで以上、バイバイ、本当のバイバイね。まあ次アップしますんで、なんかいろいろアップしますんで。ちなみにね、これスンバーちゃんね、スンバーちゃんもあげようか。スンバーちゃんは18万、ブラックビンタン18万、もう全部持ってってください。借金返しますんで、まずはお願いします。以上です。はい、バイバイ。